向ヶ丘遊園駅は川崎市西北部の中心の一つです。南口広場はすっかり整備され、遊園地に行くモノレールがあります。また北口は商店街としてにぎわいを見せており、生田の丘陵地帯にある2つの大学への入り口にもなっています。その大学の一つ、専修大学の裏手を10分ほど歩くと、川崎市の日本民家園があります。この民家園は我々の祖先の生活をしのぶ古い民家を集めたものです。国の重要文化財に指定されている約300年前の農家をはじめとし、全国各地の民家が復元保存され、この4月から一般に公開されています。最近では3つ目として富山県から移築した民家も復元され、さらに長野県にあった民家の復元工事が進められています。この民家園の近くには増方城址があり、民家園とともに家族連れのハイキングコースに最適です。